お。どうしてなんですか、アリちゃん。そんなことしたら吉岡は松代まで腰抜け呼ばわりされてしまいますぞ。アリちゃん、聞いてるのですか。聞いておる。だが果たし合いにはいかぬ。宮本武蔵などという男と戦う必要がどこにある。ですが、しかし。くどい。いかぬと言ったらいかぬ。無論お前もだ、伝四郎。兄じゃ。あ、これは失礼。兄じゃ、お待ちください。私の話は終わってませんぞ。兄じゃ。まあご覧の通りのざまだ。清十郎さんは果たし合いにはいかない。で、俺はどうしたらいいんだ。明日の晩、日の落ちる頃、連大野に行ってくれ。連大野。やつ、宮本武蔵を名乗っている男はそこに来るのか。ああ、来る。まあ逃げ出すという可能性もあるかな。なあ、一つ聞いていいか。なんだ。伝七郎やその他の門弟たちは試合を見に来るのか。それはない。連大野で果たし合いをすることを知っているのは清十郎さんと一部の皇帝だけだ。それに伝七郎さんには果たし合いの場所を伝えてない。安心しろ。わかった。明日の日没に連大野だな。あんたに吉岡の未来がかかってる。頼んだぞ。